1967年4月から7月まで TBS 系列局で放送されていたテレビドラマ太陽のあいつ。東宝と TBS の共同制作で東宝初のカラーテレビドラマ。ストーリーは週刊青春の新人記者がライバル誌と競争しながら取材を繰り広げるもの。このドラマがすごいのは毎回有名芸能人、スポーツ界の著名人、そしてなんと怪獣までがゲスト出演していた異色作なんです。しかも主題歌を例のジャニーズが担当してます。主演は当時若手ホープだった矢吹渉が週刊青春の新人カメラマンの主人公矢吹和成を演じ、当時のアイドルケイトモコが和成のいとこのルミ役を、また後にピンキーとキラーズを結成するコンヨーコがトモコ役で出演。これが役者デビュー作。それ以外のレギュラーはこちら。東宝映画特撮などでおなじみの役者さんが勢ぞろい。当時の東宝の若手スター久保明をはじめ、桜井裕子、中川幸らとともにスリーチャッピーズの南裕子、ウルトラマンの井で隊員でおなじみ二瓶雅也などがレギュラー出演。これだけでもすごいのですが、毎回豪華なゲストが出演。全13話とワンクールで終了したのですが、これでもかとばかりにすごいゲストが勢ぞろい。さらにすごいのがあの超大物三船敏郎がノンクレジット出演ですからね。まさに東宝オールスター大集合といった感じのドラマです。テーマソングを歌った初代ジャニーズもゲスト出演。そして当時爆発的に流行していたグループサウンズを代表するザ・スパイダーズもゲストで出ています。ここまでならすごい超豪華なのですが、さすがの特撮の東宝、なんと怪獣もゲスト出演です。なんだそりゃ。第2話怪獣をぶっ飛ばせは、東宝特撮映画フランケンシュタインの怪獣サンダタイガイラに登場したガイラと、ウルトラマン第38話宇宙船救助命令に登場した高熱怪獣キーラがなぜか対決するというシュールな絵が展開されます。この回のストーリーは、新作映画の取材に来た主人公たちが挫折した怪獣の中の人を励まして立ち直らせ、ライバル出版社の3人組の妨害を乗り越えてめでたしめでたしという内容です。ストーリーもすごいが、怪獣の中の人を演じるは本当の怪獣の中の人。ゴジラ俳優としておなじみスーツアクターの中島春夫が素顔で登場しています。ちなみに本作と1967年11月同じ東宝制作の夏木陽介主演のドラマ太陽野郎と、同じく夏木主演の映画でっかい太陽燃えろ太陽も含めた東宝制作の太陽シリーズ4作品のうち、本作は1作目の作品ということが言えます。以上、豪華すぎてお腹いっぱい。
異色ドラマ太陽のあいつのご紹介でした。